もうすぐ開演だね。今日もお客さんたくさん入ってるね。リミ、MC、いけるか？じゃあリミリン、いつものやつお願い。みんな行くよ。パピッパーピポッパーパピパパピポッパー。皆さんこんにちは、ポッピーパーティーです。今日は私、牛込リミが MC を担当します。大丈夫、きっとできる。みんなに手伝ってもらったんだから、きっと。リミリン、頑張って。最初の曲、ドリーマーズゴー。4曲目、ミライトレインでした。聴いてくれてありがとうございます。いいよリミリン、ここまでつっかえずに言えてる。声も出てるし、ちゃんと前も向けてる。あとは最後の自己紹介だけ。次が最後の曲です。その前に私からちょっとだけ自己紹介をさせてください。リミリン、頑張れ。牛込リミです。ベースを担当しています。好きな食べ物はお肉とチョコレートで、特にサイヤちゃんちのチョココロネが大好きです。ありがとうリミリン。実はこのステージで喋るためにいっぱい練習してきました。私すぐ恥ずかしくなっちゃって、たくさんの人前で話したりするのは得意じゃないので。でもバンドを始める前より堂々とできるようになった気がします。それはきっとポピポのみんなといろんなことを経験したからだと思ってます。あれ、リミリン、昨日までの練習と違う。商店街のお祭りでライブをしたり、カラオケに行ったり、キラプリを撮ったり、本当にいろんなことをしました。あとみんなで甘いもの我慢したよね。あれは辛かったな。大きなことや小さなこと、その一つ一つが私の世界を広げてくれた気がします。私が思っている以上に世界は楽しいことで溢れてて、優しくてあったかくて、うまくいかないこともあったりしたけど、そのおかげで自分のことが前よりよく分かったり、前よりみんなと仲良くなって、雨上がりには虹がかかるんだって知りました。かすみちゃん、アリサちゃん、サーヤちゃん、おたえちゃん、ここにいるポピパのみんなと出会えて本当によかった。私はみんなのことが、ポピパが大好きです。リミリン、これまでもきっとこれからもずっと、今日来てくれた皆さんにもポピパのことを好きになってもらえたらとっても嬉しいです。好きになってもらえるように一生懸命ライブをするので、また遊びに来てください。これで私の自己紹介は終わります。聞いてくれてありがとうございました。リミリン、かすみちゃん、ぎこちなかったし声も震えてたし、やっぱりあまりうまくできなかったよ。リミリンらしい熱のこもったかっこいい MC だったよ。ありがとうかすみちゃん。
それでは、メンバー紹介をします。リードギター、花園かえちゃん。ドラム、山吹さやちゃん。キーボード、市ヶ谷ありさちゃん。そしてギターボーカル富山かすみちゃん。私たちポッピンパーティーです。それじゃあ最後の曲、新曲です。みんな声を出していこう。楽しい